二節陰霊に騙されないように、二節陰霊の特徴が知りたい。魂の片割れであり、運命の人だと思っていた人が実は、二節陰霊かもしれないと不安に感じている人もいるのではないでしょうか。本動画では二節陰霊はしつこいのかということや、二節陰霊が存在する意味、二節陰霊の特徴、 騙されやすい人の兆候などについて解説します人によっては二節陰霊に騙されやすいこともありますここでは二節陰霊に騙されやすい人に見られる兆候について解説するため自分にあてはなる部分はないかチェックしてみてください甘えさせてくれる人を求める甘えさせてくれる人を求める人は 二節レ類はとても優しいという特徴があります本物のツイン類も優しいですが厳しさも併せ持っており相手やお互いに良くない場合には厳しく注意することができるのが特徴です自分や相手にとって良くない場合に注意することなく ただ優しくされるだけでは成長することはできません。ひたすら甘えさせてくれる人を求める人はただ優しいだけの。相手が自分の成長を止めてしまうことに気づかないため、二節陰霊に騙されやすいでしょう。愛の言葉に喜びを以前より感じる。二節陰霊は異性の気持ちをよく理解し、 相手を騙すことが上手であるため、思わず相手がうっとりしてしまうような愛の言葉をささやきます。そのため、愛の言葉に以前より喜びを感じるようになっている場合には、騙されやすいということができるでしょう。相手に可愛いと言われただけで、夜も眠れなかったり、愛していると言われると涙が出たりして、 感情をうまくコントロールできないほど浮かれてしまっているような場合には二節因縁に騙されやすいため注意が必要です。求められることを愛されていると感じる体を求められることを愛されていると感じる人は二節因縁に騙されやすいです。特に長い間恋人がいない人は一人の寂しさを感じ続けているため 異性に必要とされたくなり求められることを愛されていると感じがちだと言えますまた失恋して間もない人も異性に求められることで傷ついた心を癒そうとするため騙されやすいです偽ツインレイは本物のツインレイとは異なり魂のつながりより肉体的なつながりを重視するため体ばかりを求めてくるため 注意しましまょう誰と付き合っても我慢の多い恋愛になるこれまで誰と付き合っても我慢の多い恋愛をしてきた人は優しい二節隠励に出会うと騙されやすいため注意が必要ですこれまで相手に甘えられず我慢ばかりしてきているため甘えられる二節隠励に出会うとその優しさから 抜け出せなくなくってししまうでしょうでょ我慢の多い恋愛をしてきた人は心が疲弊して判断が鈍りがちですそのため偽節以来の優しさに感動してすぐに好きになり騙されてしまいます運命の人と出会えるまたは出会えた感覚に陥る運命の人と出会えると思っていたり出会えた感覚に陥ったりしやすい人は 偽ツインレイに出会うと、とこのの人人がが運命の人だと思いい込みがちでで騙されやすいです。もうすぐ運命の人に出会えると思い込んでいるとその時出会った人が運命の人だと思い込んでしまいます本物のツインレイとの出会いは予期せぬ時に訪れることが多くもうすぐ運命の人に出会えると待ち構えている時には 二節陰霊が現れやすいです運命の人との出会いに期待しすぎている人は騙されやすいため注意しましょう二節陰霊がよく吐く嘘とは二節陰霊は相手に対してよく嘘を吐きますここでは二節陰霊がよく吐く嘘について詳しく解説するため自分の気になっている相手が 同じような嘘を吐いていないかチェックしてみてください新婚旅行の話をする二節院内の特徴として未来について言及しないことを戦術しましたが相手をつなぎ止めておくために新婚旅行の話をすることがあります結婚するつもりはなくても新婚旅行の話をすることで相手が結婚を意識してをすることで 一緒にいいててくれるると知っているのです場合によっては新婚旅行だけでなく結婚の話を持ち出すこともあるでしょう。二節イン類は結婚するつもりも新婚旅行へ行くつもりもないため口先だけの嘘に騙されないよう注意が必要です。仕事をを理由に話し合いを避けるあなたが相手との間に。 問題を抱えていて話し合いを望んだとしても相手が二節因類の場合には仕事を理由に話し合いを避けることが多いです仕事が忙しくて時間が取れないと仕事を理由に話し合いを避けますが工夫すれば十分時間を作ることはできますしかし自分にとってメリットのない話に時間を使いたくないために こののような嘘を吐くのです。自分たちの価値観は合うという。本物のツインレイとは異なり、ニ節ツインレイとはスピリチュアルな。つながりがないため、価値観が一致しないことが多いです。しかし、相手をつなぎ止めるために、自分たちの価値観は合うと言って、相手を喜ばせようとします。本物のツイインレイは、 本当に価値観が合うためこのようなことを言う場合がありますが二節ンレイの場合には価値観が合わないことが多いのにこのような嘘を吐くのが特徴です他の女性に興味が持てないと伝えてくる他の女性に興味が持てないとあえて伝えてくるのが二節ンレイの特徴です本物のツインレイであれば本当に 他の女性に興味がないため、わざわざ相手に対してこのようなことを言ったりしません。しかし、あえてこのような嘘を吐くのは、二説引礼が他の女性に関心があったり、浮気していたりするからと言えるでしょう。二説引礼はこのような嘘を吐くことで、相手に一途であることをアピールしたり、 相手を安心させようとしたりすす。るので二節隠れいが存在することにはちゃんとした理由があり二節隠れいはあなたを成長させたり本物のツインレイと出会ったりするために必要な存在であるということができますしかしずっと二節隠れいと一緒にいると本物のツインレイとの出会いが遠のいてしまうため注意が必要です